エンジンルーム見ていきます。エンジンルーム内、まあ多少ちょっとねエンジンヘッドカバー周り黒ずんでるところはありますけれども、全体的にはこんな感じで結構ね綺麗な状態じゃないかなっていう感じですね。はい、ではエンジンかけてみます。はい、エンジンかけてみました。まあ特に変な音もしてないですね。アイドリングも落ち着いてる感じです。こんな感じですね。まあまだ距離がね少ないですからね、まだまだ元気に走ってくれるんじゃないかなと思います。はい、以上シビックのエンジンルームでした。